観点はやっぱ独特ではあるかもしれないけど、そのリアルさだったりとか、あーなんかいいねこのいやらしさみたいなっていうのはありましたね。いそうだなっていうロードトーンで変わらず、またキャラクターが違って見えるのかなって。だからミナリとかも結構ボサボサに、ヒゲもちょっとなんかジュリッとするぐらい、ずっとこういう感じで、今回撮影もカメラもやらせてもらったんですけど、このお仕事を始めてから、まあ僕は結構頑固でわがままでせっかちなんですけど、でやりたいことはもう題材面白いなって、まあその普段普通にお仕事として現場でまあものづくりを、まあ本読んでお芝居して編集待って公開っていうのがやっぱ多くて、でもその裏側をピックアップするのはやっぱこの業界やってる人じゃないとやっぱできないことだしっていう、その観点はやっぱ独特ではあるかもしれないけど、そのリアルさだったりとか、でも各々が持っている真のなんかもうメラメラ燃えるものとか、またちょっと意見が合わないところとか、結構リアルですこれ池田さん演じる売れ子の監督はなんか、あーなんかいいねこのいやらしさみたいなっていうのはありましたね。いそうだなっていう、芝居をするに、まあ、田代演じるにあたってロードトーンで変わらず、気持ちだけは高ぶってはいるけど表には出さないで、そういうブレずにちょっとでも出ちゃうとやっぱブレちゃうところがあったので、深呼吸してセリフ喋るような気持ちとしてやらせてもらいました。まあ、あとリハーサル1ヶ月前、作品現場に入る前の1ヶ月間やらせてもらったので、だから他の現場にはない、なんかもう下地ができてる、もうファンデーション塗ってそこからどうするかっていう練習で足し算をして、で現場入って、まあ、環境を見て引き算していくっていうのができたのは本当にすごい大事な時間だったし、それがあったからこそみんな生き生きと、あとアドリブも結構周りの皆さん特に多かったんですけど、もう面白かったです会話もやっぱ面白いなっていう、起承転結もしっかりできてるんで、そこはやっぱ素晴らしいし、ああそう来るんだみたいな。暗いとは言ってないんですけど、姿勢綺麗すぎるとまたキャラクターが違って見えるのかなって。だからミナリとかも結構ボサボサに、ヒゲもちょっとなんかジュリッとするぐらい残したりとか、ずっとこういう感じでやってましたね。好きなものを作るっていう夢に追いかけてっていうのは意識してやったので、だそういうところが例えば猫背とか、まあ、寝癖とか皆無なファッションとか柄に柄とか、もうでも何でもいいんだそこはみたいな。田代良一という役柄が結構監督の尾崎さんのイメージと近いなと思ったんですよ。でその話もしていて、だちょっとした動作とかなんか結構こう画面に集中する時とか、監督自身をめちゃくちゃ観察して、でもテンション変わんないから、でもそれがもう監督だから、でも手応えある表情もするし、まあよしうわーっていう感じではないですけど、今回撮影もカメラもやらせてもらったんですけど、もうよく写したいからで、僕の好きな画角とか、あと技術的にちょっとカメラマンさんに教えてもらったりとかして、このお仕事を始めてから、まあ、僕は結構頑固でわがままでせっかちなんですけど、でやりたいことはもうしばし叩かず渡りたいぐらい、まあ、大人になったから叩くようになりましたけど、でもその大人な対応だけでもいいものが生まれるかって言われると一概にはそうは言えない。その時もあるけど、だから一回場を見て、まあ、客観視はするようになりました。だからそういうのも経験を経た上で、自分が最高のものを作るには、その撮ってくれる皆さんがいて、作ってくれる脚本の方がいてっていうのは意識して、自分がどう見せたいからっていう意見は結構伝えるようになりましたね。大人にはなってます今回そのリアルさがすごくあって、まあ、独特ではあるんですけど、でもハッピーさもあるし、でもハッピーもまた他の作品とは一味違って、なんか人によって見る視点が違うというか、そういう僕らは今回の炎上シンデレラは作品に対しての思い、まあ、あと各々のどうなっていきたい、こうしたいっていう夢を追いかけていく、まあ青春群像劇みたいな、やりたいことをなんか捨てるのは僕はしてないタイプの人間だから、もし見てくれる方がいたら、なんかそういう感じたこととかコメントとかもらえたら嬉しいなと思います。で11月4日公開ですので、ちょっと肌寒くなりますけど、ぜひ見ていただけたらなと思います。